フローリアン・ヘンケル・フォンド・ナース・マルクはドイツ及びオーストリアの映画監督、脚本家であるケルン出身。身長205センチメートル。ルフトハンザドイツ航空に勤める父のもと、ニューヨーク、ベルリン、フランクフルトアムマイン、ブルッセルで少年期を過ごす。成績優秀で、大学入学資格試験、アビトゥアでは平均点1.0を取っているという。 ロシアのサンクトペテルブルクの国立イズ研究所でロシア語を2年間学び、ロシア語教師として短期間働いた後、1993年から1996年まで英国オックスフォード大学ニューカレッジで哲学、政治学及び経済学を学ぶ。その後、リチャード・アッテンボローに指示し、さらにミュンヘン映画映像大学に入学し、短編、ドーバーマンなどを監督。 また、在学時代に、アニゼバスティアン・ヘンケル・ドナースマルクと、共同で映画を制作している。2000年より下味タージを題材とした初の長編映画、前期人のためのソナタの制作に取り掛かり、初の長編監督作で、アカデミー外国語映画賞を受賞。33歳にして、オスカーを手にした。シュレジエン発祥の貴族の家系、ヘンケル・フォンドナースマルク、系の末裔である。 本名はフローリアン・マリアゲ・オルク・クリスティアン・グラーフ・ヘンケル・フォン・ドナース・マルク。なお、グラーフは生命の一部ではなく、日本でいうところの白尺にあたる尺位であるという、ドイツとオーストリアの市民権を持つ。現在はロサンゼルス在住。ありがとうございます。